皆様こんにちは。私は亀田総合病院臨床検査室の川端醸成と申します。私は入職して約1年の初期研修を終えて、現在は血液検査の部署に配属されています。前回は初期研修生の1日の動画をありましたが、今回は部署に配属された後バージョンの新人臨床検査技師の1日をお届けしたいと思います。私は現在血液検査の部署にて、大きく分けて血酸検査と凝固検査の2つの業務をしており、今回は血酸検査の1日をお見せしたいと思います。ではどうぞ。この日は朝から外来採血です。ここはクリニック棟とは別の棟の C 棟です。この採血室には血液内科や腫瘍内科などの診療科に受診する患者様が来られます。クリニックより比較的採血本数が多く、患者様に負担をかけないようによりスムーズに採血することを心がけています。採血が終わり、中央検査室に戻りました。今日は血酸検査担当です。血酸検査は採血状況や検体が固まっていたりすると結果に影響が出てしまうため、その結果が患者様にとって正しい検査結果であるかを考えながら検査しています。そしてなぜその結果になったのか、しっかり解釈をして検査結果を送信するよう心がけています。お昼です。僕はよく病院の1階にあるローソンでお昼ご飯を買っています。買ってきたものは検査室の隣にあるカンファレンスルームで食べています。午後の業務開始です。今は血液像を見ています。血液像では異常な細胞などを見落とさないよう気が抜けません。こちらは骨髄腺腫液検査の処理をしています。先生に採取していただいた検体を塗抹、染色、強検をします。僕はまだ骨髄像の強検は勉強中です。はい、以上が新人血液検査技師の1日でございます。いかがだったでしょうか。この後は先ほどの映像で流せなかったことなどを軽くインタビュー形式でお話ししていきたいと思います。凝固検査では PT、APTT、フィブリノゲンなどの血液の固まりやすさなどを調べていまして、機械での測定だけでなく陽子法での測定や血小板凝集能の検査などもしています。私が今後携わる検査にはフローサイトメトリーや骨髄像の強検 HLA の検査などが挙げられます。まだまだ学ぶことがいっぱいです。私の現在の目標は血液検査の2級試験の合格です。日常業務にて論理的な思考で検査の質を上げることなどを目的として2級試験の勉強に取り組んでおります。今回の動画は以上になります。今回は血液検査に配属された私を撮影したのですが、次回以降は生理機能検査や病理検査など様々な部署の1日をお見せできたらなと思っておりますので、楽しみにしていてください。皆様と一緒に亀田総合病院で働けることを楽しみにしています。